たまたま、かじまです。今日もこちら、映画すみこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子、ゲームで遊ぼう絵本の世界をやっていきましょう。よし。今、ペンちゃんが、うんってやったね。ガッツポーズしたね。やる気満々やね。やっていこうか。で、前回がこちら、赤ずきんちゃんのページやりました。ちょっと小島くんのパクリ疑惑も出てきましたね。まあ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 。まあ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 。いや、一緒や。絶対これ影響されとる、私。絶対影響されとる。多分これって、うん、影響されとんな、絶対。明らかに一緒だもん。もう、気づいてしまった。でもね、アイコンってあんま変えない方がいいって言われたんですよね。なんでもうそのままにしとこう。うん。では次回じゃない。今から桃太郎やっていきます。もうね、今日カミカミですね。オープニングも何回噛んだかわからん。じゃあちょっと落ち着いて、今回はちょっと落ち着いていきましょう。いつもですね、可愛さのせいでですね、テンションが上がってしまって、なかなかね、優しい声とかね、言われてね、ちょっと調子乗ってたんですけど、ゲーム中ってですね、どう考えてもなんかね、オタクがキーキー言ってるような、そんな感じの声になってるんですよ。何言ってんのかわかんないっていうね、ちょっと聞き取りづらい声になっておりますので、今回はちょっといつもと違った感じのことを心がけていこうかと思います。これちゃんと音拾っとる。私のマイクちょっとポンコツというか、1万円するのにいまいちなんですよ。それではどんぶらこっこ桃拾いやっていきましょう。へい、やっていこう。隅っこも変えていきます。はい。では、白熊になりました。ただですね、私これ今まで気づかなかったことを発見しました。右下見てください。タピオカ詰め重なってますよね。メガネタピオカいるじゃないですか。メガネタピオカいるじゃん。気づかんかった。気づいた人います？私今気づいた。いやー、かわいいね。タピオカのつむつむみたいな感じだね。あのメガネ、私似てるかもしれん。私実際メガネっ子なのでね。で、難易度激ムズでやっていきます。あ、やっぱ白熊似合うな、桃太郎。では、桃拾っていきましょう。ブイーっと。よしよし、桃。というか、桃から生まれた桃太郎ってね、安直だよね。名前の付け方。実際の桃太郎のお話知ってる方います？一番初めに考えられた桃太郎。本当はですね、桃太郎、桃から生まれてないんですよ。桃を食べて若くなったおじいちゃんとおばあちゃんの間にできた子供が桃太郎なんですよね。実際の桃太郎のお話。ただそれだとちょっと、何ですか？ちっちゃい子が読むには性教育から教えないといけないということでね、桃から生まれたっていう風に変わったそうです。豆知識。今言った私。豆知識。へへへ。すごいでしょ。私の実況見てるとね、ためになりますよ。うん、ちょっと待って、みんな大きいの持ってるね。私も手伝う。流される、投げされる。これいいね。世に落ちそうだけど大丈夫？あ、やばいやばい。よし、もちろん。あ、残り1秒。あぶねえ。ちょっと連打手抜いとったかもしれん。おお。なんかみんな点数高いね。トカちゃんだけちょっと離れてるけど。はい、では、パズルのピース9枚ゲットしました。あ、こっと。なんか、カミカミだからね、今日ほんと。なんやろ。では次、パッカー桃太郎やっていきましょう。なんかタピオカが無表情だからね。生まれた感じが。では私のプレイヤーキャラは、猫ちゃんになりましたので、猫ちゃんやっていきたいと思います。それでは始めていきます。タピオカがですね、これ桃を割ります。かわいい。この待機がかわいいよね。でただの連打ゲーなので私優勝です。はい。あー、猫ちゃん可愛い。照れてるね。照れてるよ。可愛いね。これ猫ちゃんだけの特殊モーションだからね。猫ちゃんちょっと優遇。可愛い。480点。よーしよしよし。ピースも9枚もゲット。いいね、いいね。今日はパズル揃うといいね。いつも揃わんからね、最近。では、見つけてエビフライの尻尾やっていきましょう。はい、私のプレイヤーは、トカちゃんですね。
もう激ムズで遊べるようになってます。やっていきましょう。しっぽちゃんを見つけて、うわ、なんか広っ。あれ、いつもより広い。めっちゃ広い。じゃあ私左上からスタートしております。どこの草むらに誰が隠れているのか若干トンカツが有利です。なぜなら愛があるから。え、いたいたいた。よしよし、まあタピオカでも点数入るので私普通にタピオカ拾っていきます。え、でも80点あんの、しっぽちゃん。え、4倍。タピオカ25点でしょ。あ、ラッキー。あ、移動した。移動しやがった、しっぽちゃん。多分そっち。あ、違う、タピオカだ。あれ、しっぽちゃん、あ、移動した。ちょっと待って、めっちゃ移動するやん。移動しまくりじゃん。あ、やべ、気づかれた。ちょ、しっぽちゃん捕まえんとやばい。うわ、捕まえようとするとみんな移動する。ほら、なんでこれ、ダッシュして近づくといかんのかな。あー、気づかれるんだね。うわ、やべやべやべ、やば、やべ、ビリだビリだ。全然捕まえられなかった。これ難しかったね。あ、サインだ白クマと同じ点数だった。ほら、見て見て、とんかつ240点。これですね、忖度ってやつです。はい、私たちがね、とんかつとエビフレのしっぽちゃんを合わせてあげようということでね、まあ、おせっかいを焼いたっていう感じですね。まあ、喜んでるとんかつとしっぽちゃんが見れて嬉しいです。では最後のゲーム、もぐもぐきびだんごやっていきましょう。このゲームちょっと難しいんですよね。じゃあ、すみっこ書いていこうか。はい、ではまた私白クマになりました。難易度は、お、そこそこで選べます。やっていこう。こちらのゲームはきびだんごを使って、タピオカを自分の陣地に連れてくるっていうね、餌が多い方がより安くなります。へい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 。で、相手の陣地にもちゃんと置いとこうかな。最近置いてないからね。ちっちゃくても意外といけるもんだな。ほいほい。とりあえずちっちゃいやつをドバドバと置いていこうかな。補充補充、餌の補充。餌って言っちゃった。タピちゃんの餌の補充。で、確か、相手のやつ食べてたと。あれ、食べ方がわかんない。あ、片付けるっていうのがあるね。よしよしよし。よし、オッケーオッケー。うまい具合に誘導できてますね。よしよし。あ、同率1位だ。150点です。あー、これやっぱ稼ぎづらいね、桃太郎は。桃太郎はちょっと稼ぎづらいみたいです。あら、まあまあまあ。では今回こちらの4つのゲーム終わりましたので、早速パズルを見ていきたいと思います。おー、揃った。いいね。はい。かわいい。こんなのいませんでした。タピオカ頭痛くないんかな。葉っぱ刺さってるけど。されるがまま。では次のページ見ていこう。あー、やっぱこんな感じ。んー、白クマなんか白目向いてね。あ、キツネ、このシーン出てきたんか。キツネだよね、あれ多分。いやね、なんかキツネどこに出てきたんかなってずっと思ってたんだよね。このシーンか。あー、思い出した思い出した。はい。おー、かわいい。てか、しっぽちゃんのね、パンツが毎回かわいいんだけど。よし、次。あー、おそろいのシーンですね。こちら？おーおー、みんなおにぎり食っとる。雑草ちゃんは食ってなくね？雑草ちゃんは食べないのかな？あ、そっか、雑草ちゃん光合成するからご飯いらないんか。あー、なるほど、なるほど。はい。なんか、トカゲが、食い地張ってるようにしか見えない。なんかめっちゃ食ってる気がする。目の前に置いてあるおにぎり全部トンカツのみたい、トンカツじゃない、トカゲのみたいな感じ。今回はここまでになります。今日はちょっと短いかな。まあいっか、サクサク見れていいでしょう。時間がある人はね、過去の動画いっぱいあるので、それは見とっていただけると嬉しいです。はーい。日によって私の声が違ったりとかもします。テンションも全然違います。
もうねー、あーかわいい。あーかわいい。へい。いや、これかわいい。まだパズルで遊んでないけどね。いやーねー、こういったやつでパズル遊ぼうとする結構ね、めんどくさいというか、実際のパズルだといいんですけどね、やっぱねー、触った方がいいよね、パズルは。はい。では、今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回もこんな感じでやっていきます。はーい。ではまた、バイバーイ。